だけは。どうしようかな。どうしようかな。はーい、キラ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 大丈夫か、なんか崩れてるけど崩れてるけど大丈夫か。キラピコ、いやーどうしたんだい。はい、あーそうそう俺マリオ。わかるわわかるわ。四角いけどマリオだぜ。そう丸いけどねここ帽子はね。ダメなんや、飛んでいきますよ。どこ行く。よし、あーそこに立てばいいんだな。ここに立たないとたぶん喋れないの見えないの。反対からやんないとダメだよ。めっちゃコインもらえる。めっちゃコインもらえるこれ。何回もくれるのか、キノピコ。私のコインじゃないよ。ありがとう、ありがとう。私のコインじゃないよ。いやー、キノピコありがとう。で、今日はさ、近いよ。今日は近いよ。で、今日はさ、どうしたんだい？なんで呼んだんだい？あ、髪の毛取れた。お家ね、ちっちゃいの。確かに俺たちこのレゴマリオにはちっちゃすぎる家だな。入ってみて。どうやって入るんだよ、これ。足すら入んねえよ。何も入んないよ。俺はちっちゃい、確かにちっちゃいな。これで今まで暮らしてきたのか。すごいな、キノピコ。歩くためにコインもらえるんだけど。そうだよ、そういうやつなんだ。そういうやつなんだ。家の中に入ったよ、出れないよ。出れないな、キノピコも頭でかいからな。出れないよ、出れないよ。今日はどうしたんだ、キノピコ。小さいから引っ越しする。キノピコいきなり家を引っ越すのかい。だってそっちの家は大きいのか。うん、大きい大きい。いやマジか、それはぜひ行ってみたいね。じゃあ行こう。行くんだね、早いね。着替えてくるわ。じゃあ、え、着替える。どうしたんだキノピコ、何に着替えるんだ。おいキノピコー。はい、何ですか。着替えるって何なんだよ。全部聞こえてるよ。全部聞こえてる。着替えるってなんだよ。全部聞こえてる。おい、出れない。俺はマリオだよ。何ですか。何ですか。着替えてない。おぉ、キノピコ。キノピコ、あなたは誰ですか。キノピコです、っていうか、マリオです。いやマリオ、マリキコ、マリキコ。ただ着替えただけだって。キノピコが着替えてきました。はい、近いです、今日近いです。今回の遊び場、マリオにならないと遊べないからね。うん、キノピコだよ、これ。キノピコ、キノピコの猫マリオ。じゃあ早速キノピコの家にレッツゴー。そっちかい。待てい、待て。矢印あるじゃん。あ、そうだね、矢印あったね。待て待てい。キノピコの家の道のりってどうなんだい、険しいのかい。知らない。知らない。知らない。でも家作ったんでしょ。作ってない。作ってないの。だって誰が作ったんだい。マリオが作った。俺か。俺が徹夜で作ったんだった。マリオが作った。でも俺は知らないんだ、この険しい道は。知らない。なんで。俺が作ってないから。作ってないかい。じゃあルイージかな。誰が作ったんだろうな。とにかく進もう。クリボーはケチらしとこう。ケチら。はい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 。どっちに行くんだい。こっち。あ、キノコ。よーい。いいね。キノコ取った。マリオも取ってる。でも猫マリオだよ。うん、そうだよ。燃えた燃えた。赤いの認識して燃えて燃えてる燃えてる燃えてる。キノコ燃えてる。キノコ燃えてます。燃えてないよ。よし、キノコ取ったからキノコマークがついてます。熱いです。こっちだ。そっちか。そっちは。やばい、そっち、バックンフラワーがいるよ。この箱のブロックの。ナイス、バックンフラワーでした。これだったら倒せるんじゃないか。バックンゾーン。でででで。さあ、バックンフラワーに戦うキノピコ。キノピコの猫マリオがバックンフラワーと戦っております。お、いいぞ、いいぞ、いい感じです。バランスをとって、バランスをとってる。おー、いいぞ、バックンフラワーにぶつかるな。ぶつかると大変なことになるぞ。うわー、ぶつかったけど大変なことになってる。あ、痛い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 。さあ、コインはでも取れてる取れてる。あー、バックンフラワーが危ない。バックンフラワーが危ない。
そう、これまたパックンフラワーが倒れて倒した、倒したのか、パックンフラワー倒した。さすが猫マリオだ、猫キックが効いたみたいだ。さあパックンフラワー、俺のパックンフラワーに当たっているぞ猫マリオ。猫マリオ危険だ、大丈夫かー、ほい。どこやまだおるわ。さあ行くぞ猫マリオ、キノピコが、キノコ取ってくる、キノコ取ってる、キノコ途中で取った。さあ猫マリオ、キノピコはまだまだこのパックンフラワーゾーンでシーソーごっこ遊んでいる、遊んでる。ああパックンフラワーが倒れた、パックンフラワーを倒したということか。倒したのか倒れたのか、倒したんだな、コイン取りまくり。さあこうやってシーソーを動かしてパックンフラワーに当たらないように避ければいいんだな。わかった、次のエリアに行こう。次こっち行くよ。こっちかい、水の中だ。あちょっと大丈夫、そこクリボーいっぱい、ほらあ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 ら、蹴散らすのはクリボーだけにしてくれよ。助かった、チョロプイがいる、気をつけろチョロプイ。うん大丈夫、ややこしくない。キャリーキャリーだ。これ何、お何それ、何が始まった、くるくる回るぞ、コインゲット。危ないよ、今落ちそうだったよ。これ何、あ、どっか飛んでいける、エリアが変わるってこと。いってらっしゃい、オッケー、飛んでってる飛んでってる、いいぞ。なんか10ゲームに乗ってるみたいな感じかな。おー、いいねいいね、ひっくり返って持ち上げるか。一体どうなってんだ、ひのっこー、エリアを変えるんだね、いってらっしゃい。またキノコ飛んでる。ふぅー、よし、飛んできた。大丈夫か、キノピコ。大丈夫かっていうか、俺が大丈夫か。よし、次だ。次のエリアに行きたい。ここか。よし、これ乗るんだな。これ何これ、あ、一緒一緒。同じ音楽なってる。同じ音楽なってまーす。キノコ取りに行ってきまーす。キノコ好きね、キノコ好きね。キノコ、キノコがないと。とりあえずやってられなぁ。あ、全開や。あ、前回。いろいろ飛んでて。やばい、こっちにいる。ブクブクがいる。その前にクリボーがいるけど。クリボーを倒してからだ。めっちゃ高いんですけど。やっぱークリボー。ダダダダン。クリボータワーが現れた。ベレベレベーン。そしててっぺんにはなんとチョロプーが。これは危険だ。どうする、キノピコ。頼む。その猫キック。ナイス。最後、最後倒す。最後倒す。スーパーマリオキック。ブクブク、これは一体どうすればいいんだ、ブクブクを倒さないと。ブイン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 、よし、いいぞ、倒してるのか。キノピコも倒してみるんだ。なるほど、そういう倒し方があるのか。よし、ブクブクゾーンはこんなところでいいだろう、次のゾーンだ。気をつけろ、次のゾーンに行くよ、次のゾーンに。道のりはまだ険しいぞ。うわ、すごい、何これ、音楽流れてるよ。よーし、行くよ、サンボゾーンではサンボを倒す。うわー、いいぞ、いいぞ、まさに、なるまで、大丈夫か、キノピコスピン、キノピコスピンだな、まさに、ね、キノピコ、まさに、だるま落とし。確かに、もう一回、もう一回やるんだ。マリオ、さあ、行くぞ、だるま落としで、最後の、オッケー、よし、それで、踏むんだ、オッケー、こういう風にして倒すんだな、サンボは。了解だ。これみんな、猫マリオだけど、キノピコだからね。ややこしいけど、これキノピコです。キノピコ。行くぞ、キノピコ。あ、行こう。着ぐるみ置いていく。着ぐるみ置いていく。途中で着ぐるみになったりする。ここにクッパジュニアがいる。最後はクッパジュニアか。という派手な帽子をかぶっているなんかが来た。なんかが来ただと？わからないのか？俺はマリオだぞ。垂れ目。マリオ！キノピコの家に今行きたいんだ。この奥にキノピコの家があるんだな。なんか。とにかくあそこを抜けるしかないみたいだぞ、キノピコ。うん。じゃあ着ぐるみ持ってきます。着ぐるみ持ってきてください。持ってきます。はい。猫マリオキノピコ。まあ、というコースだな。険しいぜ。めちゃめちゃ。カーチューカーチューカーチューテレッテレレッテ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 レッ
気持ちいいって撮れたけど。よし、それじゃあ実際にこれ作ったコースを制限時間でコインどれだけいけるか、険しい道のりだが頑張ってくれキノピコ。はい、着ぐるみ着替えてキノピコマリオに大変身。キノピコマリオは猫マリオだよ。ということで、この土管に入ったらスタート、実際スタートします。はい、で最終的にこのコースをこうキノピコの家の道のりをどんどんクリアしていくと、最後クッパジュニアでこれだね、この旗を踏むことでちゃんとゴールして、最後コインがどれだけいけるか実際にプレイしてみます。さあ始まります、キノピコの家の道のり、レッツゴー。始まりました。さあ時間は今のところ1分です。頑張れ。さあ行け。あれ、さあいろんな場所があるからね。 OK、 何これ、タイムプラス30、いいぞ。さあどんだけコインを稼げるか頑張って行きましょう。さあどっから行くんだい、いろんなエリアにジャンプしていってますけど。さあ乗った。これなんだこの台、何かの台に乗りました。おっと、ね、猫マリオが落下。でも大丈夫、また大丈夫だ。さあクリボー地点、クリボーがいっぱいいる。クリボーは自分から落ちた。クリボーは自らカルチャーの右手で倒す。出た、3歩地点。 OK、スピンしすぎて猫マリオも倒れましたが、さあいいぞ、倒してる。ノコノコ倒した、ついでにノコノコ倒してる。ブクブクゾーン、ブクブクゾーンに来ました。ブクブクを倒しながらコインをゲットしないとね。じゃあタイムに気をつけて。さあスターが来たぞ、これはいいものが来た。クッパジュニアを倒して、クッパジュニアを倒した、このついでに踏む、いけてるか、倒した、クッパジュニア倒しました。おー、最後ゴール、制限時間内にゴールできた。ゴール、キノピコマリオのコインはいかに、60枚。ナンバーワン言ってたよ。60枚ゲットしたよ。やったね、これは多いんじゃない、すごい記録だっけ。すごい記録が出ました、アラケナマリオ。この険しい道のり行ってみたいと思います。待っとくよ。よし、それじゃあキノピコ、はい、今度はマリオ、俺が行ってくるね。うん、キノピコの道のりに行ってくるぜ。レッツゴー、行くよ、始まった。うい、まずはキノピコ、君に挨拶だ。さあ行くぞ、先に進む。よし、こっちのちょっと険しい道のりから行こう。やっぱり乗るぞ。 OKOKOK、 いけてるぞ、いいぞ。よし、こっちから行く。おすごい、あ、いかクリボーがいる、クリボー、えい、よし、今度は砂漠だ。こっちにはなんとタイムブロックがあるからな、これは踏んどかないと。よし、プラス30、チョロップがもう倒れている。チョロップが倒れている、踏んどこう、ついでに踏んどこう。よし、さあハテナブロックはキノコ、イエーイ、もう一回キノコ、イエーイ。よし、さあ俺はここを頑張るんだ。見えません。バックンゾーン。わあ、危ない。ガーデン、出てる、やだ、大学、このバックフラーメン。バックフラーメン、やられてたのか、ボガー、オッケー、バックフラーメン、出したぞ。よし、無理やり倒してやった。目が回ってた。ちょっと、やりすぎたみたいだ。ふぅ、危ない、急いで行かないと。時間がない。あ、クリボが倒れている。よし、ラッキー。よし、ここだ、クリボ。15秒しかない。やばい。もう一回だけ行かしてくれ、頼む。もうできない、やっちまった。雲で使って、やばい、インサイドいかない。クッパジュニア、クッパジュニア倒して、しまった、クリアならず。クリアできなかったけど62コインでもクリアできなかった。ママミヤ、すいません、クリアできなかった。でも大丈夫、キノピコマリオがクリアしてるからね。うん、そうです。キノピコの家にレッツが見えた。キノピコ、ここかい。うん、君の家、キノピコの家はこれか、確かにさっきの家より全然大きいね。いい家じゃないか。あ、キノピオ、はい、キノピオだ、キノピオ。それほら、キノピオに挨拶しようぜ。挨拶、挨拶。ハロー。ハロー。やあ、キノピオ。やっと着いた。
たんだね、キノピコとマリオさん。そうだよ、険しい道のりだったよ、やっぱりキノピコの道のりってね。家が遠いんだよ。大丈夫か、キノピオ。あのね、ここはね、ピンク色のブロックにね、123って書かれてるのがいっぱいあるから探してみて。ピンク色のブロック？よし、早速じゃあ、キノピコ探してみよう。うん。どこにあるんだ？これ何？これ、なんだ？おー、出てきた！ 1 って書いてるよ、それ。いいね、1。まず1ゲット。1ゲット。宝箱だ。これはもうめちゃめちゃ怪しいな。オッケー、それ2、2ゲット。3がどっかにあるはずだけどな。あ、木の上に。おお、横から見ると丸見えだ。草が上がって、3ゲット。コインゲットー。やったな、キノピコ。すごいじゃん、キノピコの家。コインいっぱい。着替えてきます。はい、オッケーでーす。着替えてきます。はい、着替えてきました。ややこしくてすいませんでしたね、皆さん。キノピコでしたー。いやー、キノピコ。やっと着いたぞ、キノピコの家。ハロー。ハロー。よーし、じゃあ家の中に入ったら、お菓子があるから一緒に食べよう。お菓子？すごい。さすがキノピコの家。扉がでかい。入れる？お、キノピコ入れる。お家の中にあるんだね。よし、じゃあお邪魔しまーす。入れた、入れた、入れた、入れた。めちゃめちゃ無理やり入れた。やったよ。じゃじゃーん。わお、なにこれ。キノピオも一緒に見る。すごい。スーパーマリオブラザーズヒストリーカードウェアハウス箱買い。こんだけありゃお腹マンチキになりそうだな。やったぜ。よーし、開けるよ。よーし、開けよう。いっぱいだ、いっぱい。開けましょう、開けましょう、開けましょう。どんなウェイハウス？どりゃ、うわー、すげー。めっちゃ入ってる。何個入ってんのこれ。知らない。20個って書いてる。20個に20個も見てみよう。おー、違う。パッケージは2つあるみたいだね。ウェイ、いいね、ウェイハウス。すごいいっぱいある。あ、22種類あるから、全部揃わないやないかい。まあでも20種類全部違うのが出ればほぼほぼコンプリートだな。よし、開けていこう。イエイイエイ、いいね、ナイスナイスチョイスだよ、キノピコ。楽しそうで嬉しいな。僕も一緒にやってる。今までのマリオのいろんなパッケージ見れるよ。目が回る嬉しさ。よし、じゃあ実際に開けてみましょう。10個ずつだね。1人10個ずつ開けよう。どんな感じのカードが、あ、はい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 。じゃじゃーん。スーパーマリオランド。こっちはスーパーマリオブラザーズ2。で、ウェハウスが入ってます。ウェハウスね。うん。美味しそう。裏にはいろいろ書いてあるんだね。説明かな？美味しそうだね。美味しそう。本当に美味しそうだね。な、俺、違う声出してる。開けよう開けよう。いきまーす。次。じゃあ今のところ2人ね。かぶってません。じゃーん。お、スーパーマリオ 3D のやつ。やったー、64。これスーパーマリオ64。そうそう、出た出た出た。やったー、これ、これニューパー、ニューパーじゃね。ニュースーパーマリオブラッツアーズ U だね。じゃあ次、これ。これ順番通りです、ね。同じです。せーの。おー、かぶってない。やりました。スーパーマリオブラザーズ3。ニュースーパーマリオブラザーズ。いやー、いいね、これ DS のやつだね。おー、得。じゃあこれでいく。さあ、せーの。違うの出た出た。またニュースーパーマリオブラザーズ。しかも Wii のやつだ、そっちは。なんで私ニュースーパーマリオブラザーズっていっぱい出るの。すごいじゃん、すごいじゃん。これってやっぱあれかな、箱で買ったからかぶんないのかな。じゃあ次行きます。はい、せーの、出たー、スーパーマリオ 3D ワールド。ニュースーパーマリオブラザーズ2。またまたニューだね。なんでカルちゃんはニュースーパーマリオをめちゃめちゃ開けるね。すごいすごい。今んとこかぶってません。よし、いいぞ、いい調子です。もうウエハースぐちゃぐちゃなんですけど。もうウエハースだらけです。じゃあ次、じゃあ俺これ、じゃあこれ、はい、せーの、お、やったと、スーパーマリオメーカー、スーパーマリオギャラクシーということで、かぶってない。ね、これマリオメーカーだね。2じゃない。やった、マリオメーカー。2じゃないけど、マリオメーカー。いや、マリオメーカー2欲しいな。うん、マリオメーカー2がね、それが一番最初。私たちのキノピコの家がね、おすすめです。今回もキノピコの家ですけど。確かに。よし、じゃあ次。これ。はい、じゃあこっち。アイスターマップ2つにするよ。カードの質が良すぎて楽しいよ。さあ、違うの出るか、せーの。お、出たー、お、出たー、
スーパーマリオギャラクシー2。ワン、ツー出たね。ワン、ツー。ワン、ツー出たよ。連続で。すげえ。連続。かぶってないし。こっちヨッシーがいる、なんか。このカードめちゃくちゃいいよ、ほんと。ピカピカしてる。ピカピカが半端ない。マリオファンにはもうね、大好物ですね。大好物。ウェハース。なんかこっちぐちゃぐちゃだね。大変なことになってきました、ウェハースも。これ。じゃあこれとこれ。同じ絵です。これでいきますね。これほら、電源落ちてるわ。こう、マリオ楽しい。じゃあ次行きます。の、やった。マリオめっちゃ強い。一番最初のマリオじゃん、これ。スーパーマリオブラザーズ。これがファミコンの一番最初のやつですね。懐かしい。懐かしい。クッパのデザインも違うね、今見ると。本当だ、なんか肌の色とか、ね、ピーチ姫も。ピーチ姫も全然違うわ。キノピオが可愛くない。見てこれ、やったマリオメカツ。さあ、どれいく？これでいきます。さあ、いきます。せーの！これ違うんだ、また。スーパーマリオランド。3D ランド。スーパーマリオランド。ランドランドつながり。これゲームボーイの初めて出たマリオだよ。ゲームボーイって書いてある。そう、ゲームボーイ。ウェハース2つ。2ストッカー。じゃあこっち。はい。さあ、いよいよラスト。これ、いきますよ。これは楽しい。なんだ？かぶらないから楽しい。さあ、でもまだ出てないのが、欲しいのが1個あるんです。何？これだよ。ニュースーパーマリオブラザーというデラックスね。うん、そう。これが欲しい。ラスト、オープン！出たー！スーパーマリオサンシャインと、そっちはスーパーマリオラン。全部違うの出た。でも U だね。あと U だけだ。U だけ出てないけど、すごいね、箱買い。ねえ、何？スーパーマリオランって何？これね、スマホのマリオ。初めてのスマホは。ああ、あれか。そう。あの、ずっと走ってるやつ。そう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 。ウェハース。箱買いは、かぶらないということでしょうか。20個しか入ってないから、あと1個。22枚は集まらないんで。実は、この前にちょっと何枚か買ってます。それがこちら。じゃーん。スーパーマリオワールド。これ出てないね。あと1枚コンプリートが出なかったんよ。そう、スーパーマリオ。U デラックスが出てないってことよ。ああ。一番欲しいやつが出なかった。優勝。ある意味ね。でも、すごいよ。22種類中ね。21。21種類出ましたんで。ちょっとじゃあ、並べ替えて見せますね。はい。並べ替え。まず、スーパーマリオブラザーズ。これファミコンのやつだね。はい。ここに書いてます。1985年に出たやつですね。ファミコンのやつですね。はい。で、これ、スーパーマリオブラザーズ2。これもファミコンですね。1986年。次の年に出たんだね。スーパーマリオブラザーズ3。これもファミコンです。あら、クッパがなんか。あ、クッパいいデザインですね。尻尾マリオがね、初めて出たやつですね。ファミコン3つ目。スーパーマリオランド。そう、これゲームボーイってやつ。ちっちゃいゲーム機ですよ。これがなんと1989年。もうね、白黒みたいな感じですけど。あ、白黒。スーパーボールっていうアイテムがね、初めてこれで出たんで。ああ、だからあのスーパーボールの跳ねるやつね。ポン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 。あのスーパーボールのキャラクター白黒。そう、だからマリオメーカー2でできるスーパーボールのキャラクターはこの色で。白黒。出てましたね、実際ね。なんで白黒なんだろうと思ったんですね。そういうことです。で、次こちら、スーパーマリオワールド。これがスーパーファミコンで初めて。そう、ヨッシー。しかもマントマリオ。このマントマリオが楽しかったね。スーパーマリオワールド、これ面白かった。1999年だって。スーパーマリオ USA、 これファミコンじゃん。時間軸的には1992年って書いてるけど、出たのはファミコンだね。なんでだろう。スーパーファミコンじゃないよ。あら、また戻ったのね。なんか持って投げれるやつね、初めてね。へー。ゲームボーイ出た。スーパーマリオランド6つの金貨。なんで6つの金貨。知りません、これは。やったこともないです。1992年これ知らないもんだって。ワリオだよ。ワリオが出るってこと？これ。あ、ほんとだ。ワリオがボスだって。これは知らないわ。はい。そしてなんと、ニンテンドー64から出た、このスーパーマリオ64。64ですね。これね、初めて 3D になったマリオですよ。そして、これ、スーパーマリオサンシャイン。これはすごいよ、ほんとに。これがニンテンドーゲームキューブで出た、2002年に出たらしいです。そしてこれ、ニュースーパーマリオブラザーズということです。DS ですね。すごい人気があったっていうのは知ってます。2006年ですね。でっかいね、このマリオ。マリオとピクニックに出かけてたんだって。でかっ。そしてスーパーマリオギャラクシー。一気に綺麗に。これは Wii だもんね。こっからロゼッタが出るね。初めてね。ね。結構いっぱい、はい。2007年出たね。2007年。はい。これがニュースーパーマリオブラザーズ Wii 2009年ね。今やってみると楽しいかもね。ある意味、だいぶ上達してるんでね。やばいじゃないですか。マリオ上達してる。ジャンプもしてる。
の下に落ちていくとか難しい。マリオ難しいからね、ほんと。はい、これ2009年、スーパーマリオギャラクシー2、これ見て、ね、マリオだ。で出た、マリオの星だね、これ、うん、これもロゼット出るのかな、多分ね。チコは出てるけど、ロゼット&チコだ。2010年ですね。そしてスーパーマリオ 3D ランドね、 3DS 2011年に出たんだって。でこれニュースーパーマリオブラザーズ U、 まあもうこれほとんどデラックスと一緒だからね。でもキノピコとトッテンがいない。そうだね、キノピコがいないんか。トッテンもいない。そうか、そういう意味では古いな。面白いですよこれは。もうボリューム満点、デラックスはね、これはちょっとデラックスじゃないけど、これがニュースーパーマリオブラザーズ2、これも2012年だから、これと同じ年に出てる。スイッチでできるようにしてほしいね。ちょっとやってみたい。やってみたい。確かに上と下で分かれてるからね。そしてスーパーマリオ 3D ワールド、これはぜひやりたいと思ってるんでね。さっきから上半身のいい匂いがめっちゃする。そしてスーパーマリオメーカー、アナケナの動画ではクッパの家をね、これでやったんでね、キノコがお茶しに行きます。そうそうそう、実際にやってます。それもね、ぜひ見てみてください。いやこれね、自由度の高いね、コース作りが楽しいですよ、本当に。手が出ていく。キャラマリオが面白かったね。うん、いろんなキャラに見える、はい。そしてスーパーマリオラン、これはスマホで出たマリオ、ちょっとやったことありますけど、マリオならではのスピーディー感がね。あ、ほらスマートフォンって書いてある。スマートフォンのやつですよ。これまたタイミングが難しいんでね。マリオがずっと走ってる。2016年に出たんだ。おー、難しい、ね、そうだった。スーパーマリオです。せいースイッチね、これ。はい、クリア済み、クリア済みです。2017年のね、オッセイね。いやーこれも機会があればぜひやってみたい。やりたい ね。そしてスーパーマリオメーカー2、キノピコの家、今回もねレゴでキノピコの家ですが、キノピコの家、キノピコの家コースがね人気なんで、ぜひ私たちのスーパーマリオメーカー2のコースもやってみてください。これ面白いよ本当に。カルちゃんリンク使うコース作りました。面白い。1より2の方がやっぱりおすすめです。面白いからカルちゃんとアンナケナのコースもやってみてね。ね、実際20種類中ね、21種類1個だけ出なかったね。惜しかったって感じですが、すごい楽しかった今回の開封。カードの質が良すぎて。怖いよマリオ。マリオということでね、メコースの上に乗り、いやーキノピコ、君の家は最高じゃないか。イエーイ、楽しかったよ。イエーイ、道のりは険しかったけどね。そうだよ、うん、だからご褒美と置いといたんだ。最後はウエハウスを食べてマリオ行きます。バクバクだぜ、バクバク。僕も食べる。あー僕も食べる。僕も食べるよ。はい、ということで今回はね、レゴマリオを使ったキノピカの家をやってみました。いやこのレゴマリオの完成度の高さ面白いよね。まさにこう今までのレゴとは違って、マリオのゲームをしてるかのような感覚で遊べるこのレゴマリオは本当におすすめです。今ならではのこのスマートフォンとかと連動した電池入れるマリオだよ。電池入れるマリオは面白いよ。あー君ロマリオがすごい。そうだよ、電池入れるんだぜ。今のレゴ機械機械だよ、機械のマリオはいいよ。あー見せ物だ。見せ物じゃないよ。あの公式本物、本物、本物です。本物のマリオです。いやキノピコとかのね、この出来もいいよね。まさかレゴでね、キノピコが見れるとは思わなかったから。取れた、取れた、取れた、怖い。キノピコ取っちゃダメでしょ。、ね、もちろんマリオね、着ぐるみです。そう、他にもいろんなバージョンもあるし、楽しみがいっぱいですね。ビルダーもあるよ。はい、またね、やりたいと思います。はい、今回以上です。この動画が面白かったらグッドボタン押してね。はいね、はいね、はいね。グッドボタン押してね。じゃきーん、押してね。これ本物。チャンネル登録もよろしくね。他にもたくさん動画があるんで見てください。見てね。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバーイ。バイバーイ。ヘイママミガー。ペペペペ、倒して倒して倒して。ごめんなよ。偽物もあるよ。偽物。